駅前にたくさんのモニターがあります。さあ、ここは東京都渋谷区の渋谷駅です。この渋谷駅には JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン、東急東横線、東急田園都市線、地下鉄銀座線、半蔵門線、副都心線、そして京王井の頭線が乗り入れしています。今回はこの渋谷駅から下高井戸駅を目指します。今回はこのチャンネルの定番企画であるおバカ乗車を東急線でやっていきたいと思います。東急線のおバカ乗車はこれまで様々な区間でやってきましたが、今回はどんな感じの旅になるのでしょうか。今回も最後までよろしくお願いします。さて、こちらの渋谷から下高井戸までは最低1回は乗り換えしないといけません。大抵の場合は京王井の頭線で明大前まで向かい、明大前から京王線で一駅が下高井戸駅です。明大前での乗り換えも分かりやすく、待ち時間もそんなに長くはありません。なお、渋谷から下高井戸までの距離は 5.8km で、所要時間は11分、運賃は160円かかります。関東で最も安い運賃水準である京王線の良さはこういうところにも現れているようです。ただ今回は京王線は使いません。今回は東急線を使います。東急線も渋谷と下高井戸を通っており、めちゃくちゃ遠回りになりますが、両区間を移動することが可能です。ということで、今回は渋谷から下高井戸までを東急線で移動するおバカ乗車、この区間を東急線を使って移動するとどれくらいの時間がかかり、運賃はいくらになるのでしょうか。注目です。では早速、田園都市線のホームに降りて最初に乗る電車はこちら、渋谷駅15時3分発各駅停車中央林間駅です。まず田園都市線には急行、準急、各駅停車の3種別が運転されています。ただ最初に向かう三軒茶屋駅はどの種別も停車し、途中駅で抜かれることもないため、来た電車に乗ることが可能です。ただこれは京王井の頭線でも同じでしょう。井の頭線の渋谷から明大前までもどの種別も先着しています。田園都市線の本数は日中は毎時12本で、おおむね5分間隔、朝夜はさらに本数は増えるようです。一方の井の頭線は日中は毎時14から16本の運転、実際明大前から先については本数が減るため、全ての井の頭線の電車が京王線に乗り換えできるわけではないですが、この時点で東急線より優位に立っています。今回はちょうど来る各駅停車に乗っていきます。さあ、やってきました。こちらが最初に乗る田園都市線の各駅停車中央林間行きです。東武伊勢崎線の久喜始発で、今日は東武の5050系10両での運転でした。直通運転で車両バリエーションが多い東急線ですが、渋谷始発の電車がないため必ず座る方法はありません。一方で井の頭線は全電車が渋谷始発であるため、必ず座ることができます。ここは大きな違いと言えるでしょう。今日も渋谷から乗る人、半蔵門線から直通利用している人がたくさん見られていました。では乗っていきましょう。渋谷駅を発車。渋谷から下高井戸までを東急線で移動するおバカ乗車の旅がスタートしました。今回はこの区間を東急線を使って移動するとどれくらいの時間がかかり、運賃がいくらになるのか、沿線の様子とともに解説していきます。特に後半乗る世田谷線についてはじっくりご紹介するのはこのチャンネルでは初めてとなりますので注目です。まずはこの田園都市線の電車で途中の三軒茶屋まで向かいます。三軒茶屋までの所要時間は5分、急行ですと一駅で3分ですが、今回は各駅停車ですから間に一駅挟みます。電車は渋谷駅を発車したら結構速度を上げていきます。井の頭線の各駅停車ですとすぐに隣の新生駅に着いてしまいますが、東急線はそうでもないみたいです。またこの区間が田園都市線では最も駅間が長い区間となります。電車は池尻大橋を発車。この駅は各駅停車のみが止まる駅です。また駅名に橋がついていますが、
池尻大橋という橋があるわけではなく、池尻という地域と大橋という地域が合わさってこの駅名になったそうです。ちなみに計画時では大橋池尻にしていましたが、開業2ヶ月前に池尻大橋駅に変わりました。でも橋はありません。1日の乗降客数は約5万6千人。下高井戸に行くときには使うことがない東急線ですが、駅自体の利用者はしっかり確保されていました。また池尻大橋から下高井戸まで行く際も京王線の方が早く、運賃は東急線ルートと同じです。さて渋谷支社から5分、電車はまもなく三軒茶屋に到着します。この駅は急行の電車の駅です。また世田谷線との乗り換え駅にもなっています。世田谷線は三軒茶屋から下高井戸までの路線、詳しくはこの後ご紹介しますが、今回この企画をやる際には非常に大切な存在です。1日の乗降客数は約12万人、田園都市線では3番目に利用者が多い駅です。ホームは相対式の構造で、待ち合わせなどは特にできません。そして今回は三軒茶屋で降りて乗り換えしていきたいと思います。乗ってきた電車は引き続き中央林間を目指して各駅に止まっていくようです。この先の区間に京王線と東急線が交わる駅はありません。もともと神奈川県に向かっている東急線と東京西部に向かう京王線は進む方向が違うため交わることはありませんが、世田谷線によって東急線と京王線は乗り換え駅になっています。なお渋谷からは井の頭線は5両ですが、田園都市線は10両で輸送力は2倍違います。では乗り換えしていきましょう。明大前駅も三軒茶屋駅も階段を使っての乗り換えとなりますが、距離が全然違います。京王線は改札内で2分あればすぐに乗り換えできますが、田園都市線はそうはいきません。一旦地下から地上に出て、さらに少し歩く必要があります。乗り換えは5分は見ておいた方が良いでしょう。ただ三軒茶屋駅は東急グループが開発したこともあり、乗り換えの際に雨に濡れることはありません。なんなら階段でなくエスカレーターも設置されています。ただこのエスカレーターは初見だとちょっと気づかない箇所にあり、意外と階段を使う人もいるようです。また不幸なことに階段を使ってしまいますと出口には屋根がありません。雨だと濡れてしまいます。そしてやってきたのが東急世田谷線の三軒茶屋駅です。世田谷線は田園都市線とは全く違った形で走っており、同じ会社の同じ駅名なのにとてもそうは思えないような雰囲気を出しています。今度はこの世田谷線で目的地の下高井戸を目指していきたいと思います。世田谷線自体はこの時代でも残っている立派な路線、多くのお客さんが使っているみたいです。そして今回乗る電車は問いたいところですが、この日は世田谷線が臨時ダイヤで走っていましたので、いつもとは違った時刻で運転されています。そのため今回は大体の時間でご紹介していきたいと思います。世田谷線自体は通常は日中は7分から8分間隔で走っており、本数は1時間に8本です。明大前から下高井戸までは各駅停車が毎時6本と、快速が最大毎時3本程度で合計9本となりますので、そんなに変わりません。むしろ世田谷線は運転間隔が均等で待ち時間が長くないというメリットはありそうです。ただ車両の両数はこちらの300型で路面電車であるため2両、これまで乗った電車よりかはだいぶ短くなっています。ただ三軒茶屋駅は始発駅であるため座るチャンスが高いことは確かでしょう。では乗っていきたいと思います。三軒茶屋駅を発車、今度はこの電車で終点の下高井戸まで向かいます。この東急世田谷線は三軒茶屋から下高井戸までの路線です。東急線ではさっきまで乗っていた田園都市線の渋谷から二子玉川までもかつては路面電車でありましたが、そちらは1970年代に廃止されて普通の鉄道となり、唯一残ったのがこの世田谷線であるようです。運転区間は開業時から変わっていませんが、東急らしく最新の設備でバリアフリーには力を入れており、今は電車とホームの段差は一切なく、再生可能エネルギー由来の電力で運行を行っているそうです。また
最初の一駅の駅間は300メートル、全然歩いて移動できます。ということで到着するのは西大師堂駅。中間駅は無人駅ですが、運賃は全区間均一であるため券売機が置かれてなくても問題ないみたいです。そしてこの世田谷線は専用軌道の路線ですが、時々このように踏切を渡って道路と交差することもあります。他の路面電車と違って並行する道路がうまく作れなかったことも生き残っている理由であるようです。こちらは若林駅に到着。ここまででだいたい三軒茶屋から 1km くらい、まだ歩ける範囲であります。電車は松陰神社前を発車。この駅の駅名は路面電車らしく、かなりご当地ローカルなものになっています。また松陰神社以外に世田谷区役所や国士舘大学の最寄り駅でもあるようです。特に国士舘大学については、入試の時には臨時の駅員さんを配置して誘導を行うほどであります。本当に沿線にいろんなものがあるのがこちらの世田谷線です。そしてすぐに到着するのが隣の世田谷駅です。世田谷線は全区間が世田谷区内に位置しており、この世田谷駅が下高井戸側からの世田谷区役所への最寄り駅となっています。だからこの駅名なのでしょう。また沿線でイベント開催日ですから、たくさんホームに人が見られました。電車は隣の上町を発車。この駅は世田谷線の運転拠点となる駅です。車庫が併設されており、ここに1日何本か上町発着の電車が運転されています。先ほどからお話ししている沿線のイベントというのは世田谷ボロ市のことです。世田谷ボロ市は簡単に言えばバザーみたいなイベントですが、世田谷線で臨時ダイヤが組まれるほど多くの人が訪れています。毎年12月と1月に開催されているそうです。そしてその隣の駅が宮の坂駅です。この駅は本当に駅周辺に宮の坂という坂があります。ホーム横にはかつて世田谷線で使われていた車両が保存されています。日中は車内に入ることもできるそうです。電車は山下を発車。この駅は小田急線の豪徳寺駅との乗り換え駅です。豪徳寺駅は各駅停車のみ止まる駅で、あまり目立っていませんが、近くに位置しており乗り換えすることができます。京王線だけでなく小田急線でもつながっている世田谷線でした。そして気になるのはなぜ世田谷線に豪徳寺駅がないかですが、これは先ほどの宮の坂駅が豪徳寺駅と旧宮の坂駅が合併してできた経緯があるからです。一方の山下駅は昔からあったため特に解消はされませんでした。この辺は駅間 800m で少し長めであります。さあ電車はまもなく松原駅に到着します。この駅ももともとは六所神社前という駅名でしたが、移設して名前を変えてきたそうです。世田谷線にはこういう例が結構あります。ラッシュ時は混雑するため係員さんが配置されて誘導を行っているそうです。さて三軒茶屋社から17分、電車はまもなく終点の下高井戸に到着します。この駅は京王線との接続駅です。京王線は快速までが停車の駅です。小田急線もそうでしたが、他社線からしますと世田谷線との乗り換え駅は優等電車が止まるほど大きい駅ではありません。実際世田谷線全区間の1日の利用者は5万人ですから、各駅の利用者はもっと少ないからでしょう。そんなこんなで電車は終点の下高井戸に着きました。さてこの下高井戸駅には京王線の横に世田谷線のホームが小さく設置されています。さあ今回は渋谷から下高井戸まで京王線ではなく東急線を使って移動するおバカ乗車をやってきました。この区間京王線ですと11分、運賃は160円で行くことができますが、今回は三軒茶屋経由で世田谷線を主に使ってきました。かかった時間はなんと32分、だいたい京王線経由の3倍くらいとなっています。また運賃は世田谷線は田園都市線などと別の運賃計算をされますので、300円もかかっており約2倍と言えるでしょう。また総じて本数や乗り換えなど特にメリットがないこのルートですが、世田谷線に乗ってみたいときにはおすすめのルートです。
皆さんも一度使ってみてはいかがでしょうか。毎週日曜は新土地の日本特急機構、次回は福井駅から京都駅まで敦賀駅を通過するサンダーバード号に乗っていきます。北陸新幹線の開業まで残り2週間、開業したら二度と見ることができない敦賀駅の通過シーンや特急停車駅の通過などしっかり見ていきます。また開業直前の北陸新幹線の様子にも注目です。さらに敦賀駅を通過する特急と北陸新幹線で乗り換えするのですと、どれくらいの所要時間差があるのでしょうか。その点も詳しく見ていきます。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。